決まってる。眉だよ、眉。生まれいずる原初の深淵、それを包み込む眉さ。あなたはエルミル。いや、エピック以来だね。ちょっとご挨拶とお礼を言いに来たよ、先輩。釣れないな、先輩。しょうがない、とびきりのヒントをあげるよ。これなんだ。おっかないな。これはもともと君のものだろ。いや、未来の君のものかな。大正解。僕はダークファルス・ペルソナ、その名を受け継ぐ者さ。アカシックレコードと同化した深淵なる闇、そこから漏れ出た闇は生まれる前の僕に、エルミルに宿ってしまったってわけ。わかるかな。僕はエフィメラと共にこの世界に生まれ落ちたのさ。いやあ、僕困ってたんだよね。ダークファルスの因子がばらけちゃって、このままじゃ深淵なる闇になれない。ダークファルスとしても中途半端な僕、嫌だなってところに先輩だ。いやあ、ほんと助かったよ。先輩がダークファルスどもを倒して因子を僕に戻してくれてさ。因子を戻す？あれ？もしかして気づいてなかった？先輩の力がどれだけ図抜けてても、ダークファルスの力をそのまま利用なんてできるわけない。僕がもらっていたんだよ、因子は。先輩は残りカスを受け取っただけだから、体も問題なし。因子をもらうって、そんなことどうやって。おや、アカシックレコードも孫までとなると随分劣化するもんだね。深淵なる闇はアカシックレコードの具現した世界にくっついたんだぜ。だったら因子の戻り先なんて明らかだ。正解。この世界そのものが深淵なる闇、僕の生まれいでた場所さ。といっても紆余曲折あったんだよ。僕だって最初はこんなんじゃなかった。表だって動く気なんてなかったよ。じっと静かに時が来るまで眠ったまま、誰にもバレずにことをなすつもりだった。たださ、あのルーサーってのはどんな時代でも余計なことしかしないんだよね。長官だかなんだか知らないけどさ、僕にアクセスして天地さえ呼び出す。計画をまるっと台無しにしてくれてさ。しかも僕の器まで奪っていっちゃうし、もうそうなると黙っちゃいられない。盛大に人同士で愛争ってもらって、器と因子を取り戻そうってね。ああ、そうそう、器だ、器。それも先輩に感謝しないと。
器を守ってくれてありがとう、先輩。おかげで僕は十分に力を蓄えた上、完全な状態で復活することができる。あの器のこと、なんて言ったかな。ああ、そうそう、ハリエットだったかな。ハリエットさんに何をしたんですか。ごめんと、さすがは先輩。それじゃあ、あれが何なのかもわかるだろう。僕はここにしかいられない。ここでしかいられない。だったらさ、全てを取り込むまででしょ。それがダークファロスってもんだろうなあ、先輩。おっと、短気は損気だぜ先輩。まあとっくに遅いけどね。それじゃあね先輩、君の世界を壊す英雄譚はとっても魅力的だったよ。二人とも、ちょっと緊急事態。無理やりで悪いけど、引っ張り出すよ。ごめんね、急に戻しちゃって。その、本当に大丈夫？あなた、ひどい顔色してる。何かあったの？わかった。おそらく相互に関係あるんだろう。まずはこっちの状況を説明するよ。ブラックホールが爆発的に広がった。吸い込んで大きくなるではなく、明らかに内側から膨らんでいる。これが現在の望遠状況だ。この鼓動音は、音が伝わらないはずの宇宙に響き渡っている鼓動音。それだけでも異常だけど、あのブラックホールは心臓のように鼓動しながら拡大を続けている。二人とも、オメガで何があったのか、それを教えてくれないかな。はい。オメガ自体が深淵なる闇。深淵なる闇がオメガにくっついてるんじゃない。オメガが深淵なる闇の背中にあったようなもの。でもおかしいよ。深淵なる闇の素体になってたあの人はどこに行ったの？ペルソナを名乗ったエルミルの嘘という線もあるけど、それをわざわざ言う意味ないよね。この状況で楽観的に考えるのは危険だろう。僕らの知るペルソナはすでにいなくて、エルミルがペルソナとなっている。それを真実と仮定して動くべきだ。現状を引き起こしている原因がエルミルとその眉にあるのだとすれば、それを何とかすれば止まるはず。何とかするって、つまり倒すってことですよね。それは可能なことなんでしょうか。それにあれを倒してしまったら、ハリエットさんはどうなってしまうんでしょうか。この程度で諦めるつもりか。笑わせる。あなた、うん、そうだよ。
あなたの言う通りだよね。どうなっているのかわからないとしても何もしなくていいわけじゃない。もともと何が何だかわからないことを解決するためにやってきたんだし、やれることをやるだけかな。僕たちはこちらの解決策を探る。二人はオメガの調査を引き続き頼む。時間の猶予はあまり多くない。それでもまだできることはある。この人の言ったようにね。まずクエントに行ってみましょう。ハリエットさんが不在ならば相当混乱しているはずです。